皆さん、こんにちは。私はエリザベス・チャハルと申しますが、えっと、ごめんなさい、ちょっと緊張してます。ごめんなさい。えっと、本日、初めてサー・ピーター・パーカのアウォーズに参加することができ、大変光栄に思っております。本日のテーマとして、日本とイギリスの顧客サービスについてお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 約10年前、私は日本で働いていたんですが、出張でイギリスのウルバハムトン大学を訪問することになりました。ウルバハムトン駅で到着が遅れていた電車を待っている間、鉄道会社の最新の成果を誇る大きな看板に気がつきました。今月、われわれの電車の80%が時間通りに到着しました。<laughs> 私はそれを見て、あ日本と違うなと思いました。それは日本の会社ならば、遅れてしまった20電車の20%についてお詫びをするだろうと思ったからです。そのとき、日本とイギリスの顧客サービスの違いがはっきり見えた気がしました。私は現在、世界で最高のスポーツ施設を持っているラフパラ大学に勤めております。 今年開催されるロンドンオリンピックの前に、ラフパラは、TeamGB と JOC ・日本オリンピック委員会のトレーニング拠点として使われる予定です。この名誉ある機会のために、ラフパラ大学はいろんな準備を行ってきました。例えば、シェフの一部は日本料理を学ぶために日本を訪れ、 スタッフの一部は日本語のレッスンに参加しました。しかし、私はそれらの努力にもかかわらず、本当にイギリス人の同僚が日本人の顧客の期待に応えることができるのか、少々心配しております。片言の日本語とお寿司の盛り合わせだけで十分と言えるのでしょうか、それとも完全に顧客 サービスに対する考え方を変える必要があるのではないでしょうか。私は本日あの、日本の顧客サービスに関する4つの点についてお話をさせていただきたいと思います。1つ目は、顧客サービスの仕事に対するプライド。第2に、細部へのこだわり。第3に、約束の厳守。 第,5が第4が責任について、この4つの点は、日本とイギリスのビジネスの仕方の違いだけではなく、それぞれの国の伝統や文化に深いルーツがあると思います。さあ、まず、顧客サービスの仕事に関するプライドについてお話しします。日本の顧客サービスが芸術といえるほどの 完璧さを持っていると私は思います顧客の期待に応えることが、プライドを持って磨くべき大切,大切なスキルとして見られています。この見方は、おそらく日本の伝統文化に深く関わっています。日本では、お茶を出す単純な行いが、茶道として芸術と精神的な儀式に上昇されました。茶道を極めるため、 何年もかけて師匠から学び、練習しなければなりません。そして茶道では、もてなしの心で客を迎えることが大切です。お茶をたてるための道具から床の間の掛け軸、茶室に飾るお花に至るまで、すべてが そのの日もててなすす客のために施行されています一方でイギリスの昔のクラス制度では仮想階級の人が上層階級の人にサービスを提供したわけですから単任に使えることが屈辱的な役割として見られてきましたそのため今でも多くのイギリス人は カスタマーサービスがプライドの持てる仕事ではないと考えています。次に2つ目の細部へのこだわりについてお話しします。西洋人は、日本の百貨店の職員訓練を見ると不思議に思います。いらっしゃいませ。ありがとうございます。などの日常的な挨拶をみんなで練習する必要は本当にあるのでしょうか。 しかし、この訓練は社員に重要な概念を伝えることに意義があると思います。挨拶など、支えと思われるようなことでも、お客様が受ける印象を細かく気にすることをじゅが重要であるということです。イギリスのデパートの店員の皆さんも、このような訓練を受けても、 きっとと損はないと思い思ます3つ目の約束の原資についてですが、イギリスでは、電気技師や配管工などが明日10時に行きますと言っても、それを信用できないのは常識です。ラッキーな場合には、午前中には来ることもあるんですが、午後にもなるかもしれないし、全然来ないこともまあまああります。 日本では明日10時に電話しますって言われれば、その時間、ジャストに確実に電話がかかってくるでしょう。そういった形で信頼関係が作られていきます。最後に、責任について、すなわち何かがうまくいかなかったときとその反応です。イギリス人の社員が通常、 なぜこの問題が起こったのか、その理由を一生懸命お客様に説明しようとします。人種不足のため、IT システムが故障したため、または違った種類の勇気が降ったため、いろいろあります。しかし、日本でしたら、問題の原因が何であっても、まずお客様にお詫びをすることが優先されます。 申し訳ございませんと言って、その理由をあれこれ説明しようとしません。イギリス人の社員が問題の原因を説明する際に、顧客に集中することは自分の落ち度ではないということです。しかし、日本では社員がお詫びをする際に、 会社の代表として責任を請け負っています。個人主義社会と手段主義社会の違いではないでしょうか。もちろん、責任を引き受けたら、その問題の解決も社員の,もの責任になってしまうのは当たり前のことです。茶道には、一語一会という言葉があります。人との出会いを一生に一度のものと思い、 相手に対して最善を尽くしながら、お茶を立てることを意味します。今年の夏、私が勤めているラフパラ大学にとって、一度に限りの貴重な機会が巡ってきます。私は同僚全員に、ぜひこの機会に、日本のビジネス文化から学び、心を込めたもてなし精神を 努めてもらいたいと願っています日本のオリンピック選手の皆様の期待に応えるサービスを提供することができればイギリス人でも顧客サービスにプライドを感じることがきっとできると私は信じております皆さんつまらない話でしたがご清聴ありがとうございました